それでは群れと縄張り二つのグラフ見ていきましょう。まずは群れの大きさのグラフです。ここでは縦軸と横軸をチェックします。縦軸はえっとかかる時間、横軸は群れの大きさです。で、一本一本見ていきます。こんな風にね、ぐちゃぐちゃにね、何本もグラフが一つの縦軸横軸に書かれている問題では、グラフを一本一本見ていきますよ。 まずはこの黄色い矢印で示した黒いグラフ、これは食べ物をめぐる、食物をめぐる、ね、食物をめぐって競争している時間、もちろんね、食物だけではないけどね、あのこれ、群れが大きくなればなるほど、自分以外の個体が周りにいっぱいいるってことだから、ねあの、ちょっと言い方は不適切だけど、お互いの喧嘩が起こるんだよね、喧嘩しちゃうんだよね。 もちろん群れが大きくなればなるほどねいっぱいタコえがいるわけだから喧嘩してる時間も多くなります例えばね例えばえ食べ物をめぐって競争なんかする時間が多くなります一方赤いグラフは警戒に用いる警戒に要する時間これ群れが大きくなればなるほど赤いグラフは減ってるね これなんでかっていうと当たり前だけど自分一人でねえ自分をねえっと食べちゃうようなね捕食者くんじゃないかなって警戒するより二人で警戒した方がそれは警戒が楽になるからねで二人よりもね三人で周りを警戒した方が警戒が楽になるね一人当たり一人当たりね警戒に要する時間が減っていくんだねでこれ一番と二番どっちも時間がかかるわけだでその一番と二番を足した時間 を除いた時間が祭児に使えるつまり餌を探したりりするるのに使える時間なんだねつまり宿題やんなきゃいけないね、えー、飯食わなきゃいけないでその残った時間があなたの自由時間みたいな1番の時間必要2番の時間必要で1と2を足した時間の残りね残りが催事に使える時間でその催事に使える時間餌を探したりするのに使える時間が最大のところ ね、最大になるようなところ最大になるような群れの大きさが適切な群れの大きさになるんですね下のね吹き出しに書いてあるけど1番と2番が最小になるところ、ね、そ,そんなところがねあの最適の群れの大きさなんですねじゃあ次は縄張り見ていきましょうか縄張り、ね、縄張りはその縄張りのね餌を独占できるだけどその縄張りをね守るために他の個体が侵入してきたら叩かなきゃいけないこのねえっとシーソーゲームがあるわけですねで 縦軸横軸またチェックしていきましょう縦軸は利益もしくは不利益横軸が縄張りの大きさでまずはね黄色矢印とこ見てくださいね不利益がね縄張りの大きさが大きくなればなるほど大きくなってきますこの不利益ねまあ不利益っていうかこれコストって言った方がいいねコスト縄張りを維持するコストです 縄張りが大きければ大きいほど、そこに侵入してくるタコ体を追い,追い払わなきゃいけないから、めちゃめちゃめんどくさくなってくるんですよ。ね、そりゃそうだよね。縄張りが広ければ広いほど、あ,あっちから侵入してきた。うわ、こっちからも侵入してきた。もう大忙しなわけです。それは縄張りが大きければ多いほど、ね、そのコストは大きくなってくるわけですね。一方、 利益、ね、もちろん縄張りが大きければ多いほど、ね、餌を独占できるわけだから、基本的に利益は大きくなってくる。だけど、これ、よーくね、赤い線見てもらうと、頭打ちになってるね、これ無限に増えていかない。なんでかっていうと、下の下半分のイラスト見てもらえば分かるけど、広すぎる縄張りって、あんまり意味ないんだよね。だって、遠くの方の餌場って意味ないじゃん。そこまで餌取りに行かねえよみたいな、すげえ遠くにある餌場って、あそこまで俺の縄張りって言ったって意味ないよね。そんなとこ行かないんだから。だから、 ものすごくねえー、ものすごく広い縄張りを俺の縄張りってしたからってねそこから得られる利益って、えっと、もう限,りが限界があるんだよねそしてねこの利益から不利益を引いた値利益と不利益の差この差が最大になるような時の縄張りの大きさが最適な縄張りの大きさになるわけですもしね 不利益の方が利益よりも上回っちゃったら普通縄張りは作りませんそれでねもうあの賢い方は気づいたと思うけどこれいろんな細かい事実を無視してますちょっとね入試に焦点を合わせて細かい事実を無視してます例えば前半の群れの大きさ、ね、前半の群れの大きさ、ね、群れの大きさ大きくなればなるほどもちろん資源をめぐる競争が、ね、激しくなるだけじゃなく、ね、実はね病気によるコストも上がってきます、ね、病気によるコストも上がっていく群れが大きくなればなるほどそれにえっと 群れって言ったって、その中の個体、群れの中の個体に大きい、小さいがあるわけですよ、例えば体のサイズの。つまり個体差があるんだよね、その個体差も無視してるし、あとは群れって実は環境は均一じゃない、ね、いい場所もあれば悪い場所もある、その群れの中で、ね、捕食者に狙われやすい位置があるし、狙われにくい位置がある、ねえー、そんなふうに、えー、と一つの群れの中にも、ね、どこに立つかで、いろんな、ね、メリット、デメリットが変わってくる、そういったことを無視してる。で後半の縄張りに 縄張りの大きさ、縄張りの大きさのモデルにしたって、その縄張りに侵入してくる他の個体の戦術によって、あのグラフは変動しうる。他の個体がどういうふうな戦略を持って縄張りに侵入してくるかで、あのグラフは変動しうる。そういったね細かい事実を今回無視してるんですね,ね。でもね、基本的にはねあの今回見たようなえっと話でねあの入試は戦っていくことになります。では、ご清聴ありがとうございました。心身の健康に気をつけてね頑張ってください。